明日はイチオシトークです。イチオシトークでなんか話せる範囲でおもろい話とかあると思うんでね、ちょっと夜はその感想会したいなと思います。明日8時半起きなんで今日はもうお風呂入って寝たいと思います。でもまつりさ、告白してやってさ、なんかホロトークだっけなんかって言ったらさ、いやまつりちゃんはそういう好きじゃないんでって言われたことあるんだよね。いや本当にあそっかとか言ってしんどいしんどいってなった。忘れもしない、忘れられないもん。忘れねえ、まつりのこと好きなら告白してやるみたいな言ったら、いやそういう好きじゃなくてなんか妹みたいな感じみたいなこと言われて、ああそうかーって、そこは好きって言えよってなったね。面白かったけどね、そうシオン最推しだって言ってた。いやそういうのはシオンちゃんがいるんでみたいな。しんどいしんどい、名前も忘れてないからな、そいつの。もう忘れられない。でも今回はなんかもっとイチャイチャしてくれる人が来てくれるとね、祭りは信じてるからな。ありがとう。